そうか、うん、ちょっと前にほら帰ってきたヒトラーができるんだったら、あ、そう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 、岸信介をやろうみたいな、そうそうそう、いやいや、それもそのあれなんですよ、まあ、帰ってきたヒトラーがあってね、うん、そのイタリアでそれのリメイク版で帰ってきたムッソリーニできたわけじゃないですか、うんうん、でさ、じゃあ日本で作らなきゃいけないと思って、だけど日本で誰が帰ってくるの、これそう思うと本当の日本の戦争責任誰なんだろうって言って、帰ってきた裕仁って嘘なわけじゃないですか、うん、帰ってきた東条でも嘘だ、うん、それこれ帰ってきた岸信介がいいんじゃないかと、で岸信介がその60年安保で囲まれてる時から孫息子の心臓ちゃんにポンと押されて階段ゴロゴロって言ったらタイムスリップして現代に来て、でなんか孫の、まあ、こんなひどい政治、孫の政治見てこんなねひどい政治、なんかいくら国民バカでも騙されないんじゃないかって言って、そしたら国民が騙されてて支持率が高くて絶望するっていう話だったんですよ。帰ってきた岸信介面白いなと思ったんですけど、そのアイデアなかなか本にできます。でちょっとその思い出すと福田村事件の時にもうそろそろ岸信介帰ってきた岸信介やろうと思ってるんですよって新井さんに言ってたら、新井さんがお前そんなもん取ってなくてちゃんと代表作作れと、もうお茶濁すのはやめろと、うん、だけどこれもうそうなってるから、今回そのレボリューションプラスワンはね、当初やっぱり足立さんが書いてよって、僕はもう福田村のちょうど準備校から決定校の間だったんでとてもできないんで、ただ足立さんがやっぱなかなか昔みたいに書けなかったんですよ、うん、でちょっと書いたのも正直言えばもう足立さん失礼だけど本当にこれ足立さんやりたいんすかみたいなことを足立さんに言ったりしてたら、僕がコロナになってぽっかり時間ができたんですよ、福田で。しかもその読んだら、これもほぼ週刊文春情報で書いてるんですけど、山上の東大工学部でのお父さんが立田闘争、要するに、アラブ側から言うと立田闘争、西側から言うとテルアビブ空港乱射事件の岡本公三さんと、あの奥平さんと、もう一人の安田康之さんと麻雀友達だったと。で、ああ、じゃあこのね、安田さんのが死んだっていう時、山上のお父さんはさ建築会社就職してさ奥さんと結婚しようかどうか迷ってる27歳でどう思ったんだろうと、麻雀仲間がこれやってっていうとこから、あ、これで書けるなと思ったのがあれだったんだ。でその時にラッキーだったのは騎士のことを調べ尽くしてるから、うん、もう騎士のことなんてすぐ書けるわけですよ満州国を自分の作品だと言ったとかさ、もうね、あ、そういうとこはちょっと生きてますね、それは。でもそれも代表作になり得るんじゃない、まあ、帰ってきた気がしますけど、ただ安倍やめちゃった、うん、そうか、そういう意味ではタイムリーすぎて時事ネタすぎるっていうことね、うん、だから、うん、まあそんなことばっかり考えてるんですけど、だからどこかでね思うんですよ、そっち側を封印したことでちゃんといけるんじゃないかと。やっぱりその、うん、これももうずっと再三もみんなの前で言ってるし舞台挨拶でも言ってるけど、やっぱり僕たちの映画って、まあ、僕の映画って言ってもいいけど、やっぱりミニシアターで上映するその社会的とか何かの作品って届く人にしか届かないわけですよ。もうやっぱりたがために憲法あるだって絶対関係さ会見賛成みたいな人見に来るわけなくて、救助死会見ダメっていう人が見に来て、あ、やっぱりねって自己確認にしかならないっていうね。でそう思うと本来ならそれこそ何か違う形のドラマでね、そこのことが伝わることをやらなきゃいけないんじゃないかとやっぱずっと思いますよね。だから難しいところでさっきからずっと言ってるけど、やっぱりマーベルはそういうことをずっとやってるけど、多分マーベルがあれだけの やつを見てるってことは、マーベル見てる半分はきっとトランプ支持者だったわけですよ、うん、とじゃあ映画を見ることもそのリテラシーの問題になっちゃうし、結果ね、そういうことを読み取れなくても面白い映画ってそういうことを読み取らせない映画にもなってるんじゃないみたいなこととかずっとやっぱ悩んで考えますよね。なら難しい、まあ、あと一つはこれもなんかで言ったけど、その進藤さん、あ、
若松さん、新藤さん、大島さんって立て続けに亡くなってるんですよね。で、え、もうそこの椅子空いてるじゃんって言った時に、これびっくりすることに誰も座りに行かなかったわけですよ。で、そんなことしてると椅子そのものがなくなっちゃうよっていう思いもやっぱりどっかであった。もうちょっとそのぶっちゃけ言えば、あの自分の才能のなさをそこで補ってるところはこれはある、うん、絶対に、うん、それはまあそういうこと言うと足立さんがお前が人前で必要以上に謙遜するのは悪い癖だって怒るけど、それはもう本当に思いますね、うんうん、だからやっぱり言われたいですよ、どこかで、あの何で30年経ってもパパはニュースキャスター見てましたって俺も言われたいなみたいな。それしか言われないというのもそんなことはないでしょそう、ね、まあでもそれこそ、うん、オイディプスの最後じゃないけど最後死ぬ時に、ね、うん、いい人生だ幸せかどうかが決まるみたいな。そうそう、まあ、だから困ってことにこうやってやって何か地方行って何か監督みたいなこと言われるとこれで困ったこと、ちょっとあれね、本当困ることに、ね、気持ちいいんですよあれ。いやいや本当ね、いやいやほっと笑うけど、あの同じことをね足立慎さんが言ってます。やっぱり、うん、やっぱ気持ちいいんですよこれ。脚本より監督って言われた方が。映画祭を脚本家でいくより監督としてでしょ。何十倍もね待遇がいい。それでしょ。いや本当そうな、さっき言ったように。いやだからこれさ本当やばいんですよ。禁断の蜜の味みたいな、ね、うん、いやだけど本来は同じなはずなんですよね。それはだって新井さんがね遠来で初めてその湯布院映画祭行った時にその何やってる人ですかって言ってポスターさしてこれ書いてるっつったらポスター書いてる人だと思われたって。そう、なんでかな、よくないよな、監督偏重ね。そうそう、監督至上主義みたいな、うん、でそれが結果さっきも言ってる脚本監督につながってくるわけですよ。まあそれは新藤さんがあれだけ脚本家映画監督と名乗りながら死んだ時の記事が新藤監督の新藤兼人さんって書かれたのと同じことだよね、うん、なんでこんなことになっちゃったんですかね。ここまで、うん、これさ不思議なのがさ、テレビは脚本家だって言うけどさ、まあトップで山田太一って出てくるとやっぱ止めは監督じゃん。あれテレビが逆にしてくれたらよかったね。最初監督で止め山田太一とか止め倉本壮とか。いやでもその名前が出るのでも10人ぐらいじゃないですか、受けの。うん、あそうか、そうそう、それでもね、本当そうなんだよね、本当のトップなんだよ。だから最近はだって昔は脚本誰々って新聞の紹介欄に出たけど、うん、最近出ないの、もうやっぱり出ない、本当なし崩し的に出なくなった。予告編も分かんないですね。いや予告編、いや予告編ない、最近もっと監督分かんない時あるよね。全然分かんない。いやもう分かんないの、本当あれバンさんやっぱり それこそパパはニュースキャスターの頃もバン先生みたいな感じだったんですか、やっぱり。いやそういうどこ誰にだから誰にそういうことされるのかよく分かんない。分かんない、まあだからまあ脚本プロデューサー AP と本作りする、うん、プロデューサーとしか ほぼ話してないから、うん、そんなん先生とかって言われこ こういう感じはいやいやでもやっぱ待ってんだ仕事なんかもなんだ、ね、そうそうそう、特にほら今みたいにあれもないし、うん、あのネットもないし、うん、今ネットがあったら どういう状態になったのかね。どうなんですかね。だけどネットで脚本家のこと語る、まああんな風にね、あれもちむどんどんみたいにね、ダメだと脚本のせいだ、先般は脚本家かよみたいな。そうそうそう、まああれはかなりの先般ではあると思うけど。プロデューサーはかなりの責任だね。まあ脚本家も演出家もないし、まあね、仕事したことある人ですから。そうか。まあ、だからそれもあれも何人かのチームで書いたからああなったみたいな。あそう、あれも結局僕もう途中で、うん、あの4週目ぐらいでこれはダメだと思ってやめてるから。あやっぱり他のタイトル羽原さん以外に出てきたんですか。去
協力家なんかで出てたんじゃないかな。だからさ、うん、あと結構最近の朝ドラってあのディレクター指導みたいなのもあるじゃないですか、指導してっていうのは、うん、それそのこれ本当に冗談抜きで、その戦争と一人の女って、普通は歩きとかから入るじゃないですか。ただ松、まあ、竹の撮影所で空いてる時にやろうと言って、そのパーマネントってずっと半永久的に立ってるあれがあるんですよね。でその時は必殺の東山紀之の部屋だったんですよ。それを永瀬正敏さんの部屋にするって言ってやって、そしたら東映で火事が起こって、東映の作品が全部入った時で、それ壊さなきゃいけないからそっから撮るしかなかったんですよ。もういきなり江口さんがやってきて絡みがあるシーンで、これ本当これも本当冗談抜きつか嘘でも偽りもなく、そのファーストカットでテストやった時に、あこれ OK だと思ったわけ。もう永瀬さんと江口さんだから完全合格点が70点だとしたら、もう75点の芝居をやるわけですよ。ただどこかでゼゼさんが撮ったりひろきさんが撮ったりするのって、その75点からプラスアルファのことの80点85点90点っていうところで、その合格点のさらに上を行くってことですよ。決してその永瀬さんと江口さんのあれがとかじゃなくて、何かもうちょっと何かを出るのは、これはもう演出じゃないですか。だけど俺その時に、あれ俺そっから5点10点上積みする演出方法何も知らないやんって、本当にその時にテスト見ながら思ったわけ。あこれもう俺次本テスやって、あの本番やったらもう OK だと思った時に、あもう俺これで行くしかないってもう思った本当。あだけど、ああただこれ明らかに30点の役者さんだとさすがに言うことはできるわけですよ。でもね、それあの花は散れどもの時に広島でその新藤さんが、もうこれその後実際はもう一本撮ったけど、これ遺作だからみんなで見に行こうぜっつって、新井さんと白鳥茜さんと加藤正人さんと広木隆一さんと僕の5人で行ったわけですよ。でさ、新藤さんが早撮りでさ、俺たちが行ってたさ3日間何も撮るもんがなかったわけ、撮影になってたわけひどいでしょそれで。そしたら新藤さんが、あのね、もう1泊出すから、えお金出すから見てってくれって言われて、そしたらもう新井加藤茜さんはもうダメだったわけですよ次の日で。僕と広木さんだけの残って現場行ったわけ。そしたらそれは同窓会の翌日に、その先生の江本さんを、大竹忍、豊一さん、それから、武坂直政さんが3人が訪ねるってんで、まあ、3人が訪ねてくると江本さんが来て縁側座ってってやる芝居だったわけで、やっぱりその時は自分がまだ監督やる前ですよ、2008年で。やっぱり見てて、もう最初からこれ75点というかさ、もうそのメンバーだから75点って言って80とかだけど、ひろきさんに、ひろきさん、まあ、この芝居明らかにいいけど、ひろきさんがいつもひろきさんの映画の芝居よりは違いますよねって言って、ひろきさん、これひろきさんの芝居に近づけるためにはどうしたらいいんですかって言ったら、ひろきさん誠実だからすっげえうーんって悩んで、何言ったかと、前江本さんにそこ座らなかったらどうなりますかねって言うって言ったわけですよ。あそういうことなのかと。だけどさ、じゃあ座らなかったらってさ、この座って成立して芝居をどうすんだみたいな、やっぱね、それはやっぱりちょっと、うん、そんだけど、ってことは広木さんでも悩んでこういうやつを崩すのはこういうことしかないと思った時に、ちょっともう僕はもう何もやっぱり言えない、やっぱ難しいですよ。新藤さんはそのまんま、もう全然、もう新藤さんは何でも OK だもん。あれがなんか異様でしたもん、なんか、うん、あそう、花が散れるのって見たら分かります、異様ですよあれ、なんか芝居が、うん、全然誰のトーンも合ってないしね。そうでね、すごかったのは、あのね、あのあれまたフィルムだったよな、フィルムでロールチェンジになったわけです、なんかの時に。しかもそのハエが飛んで大竹忍の芝居でロールチェンジだってやったら、全然前の芝居の方が良かったわけ。明らかにさすがの大竹忍もその間違ってテンションで、あこれは明らかに前の新藤君もったけど、全然新藤さん気にせずに OK だって俺すげえなと思った気にしないんだこれみたいな。
新藤さんも若い頃は育てられば、いや新藤さん、いや絶対新藤さん前からそう年取って淡白にはなってますけど、まあシナリオがだんだん一筆書きのようなシナリオになってったように、それもあったかも。新藤さんだからそのね、しとやかな毛玉の時にあれ未質問で自分用に書いたのに思いのほかいいシナリオになったから自分が取るのはもったいないと思って吉村さんじゃなくてやれじゃん、川島雄三になったっていうわけでしょ。あと多分冬曲だったら多分もう昔だったら多分コンテキストってきちっと割ってたんですよ、うん、フィルムは、うん、で割ってたし、基本あそこもあのフィルムもったいない人だから新藤さん何でも OK 出したと思いますね。なんそう東映は全部割ってたらしいですからね、東映東京の人たちは、うん、いや基本的にやっぱり昔の監督は割ってたと思いますよ、うん、ここって。だって若松さんだってその複数のカメラで撮るようになって割らなくなったけど、うん、昔はみんなきっちりしてたもん、うん。監督の序盤と途中で流れちゃいましたけど、イン前に全カット終わってました。イン前に全カット表ができてて、ここはこのフィルター入れて、ここはこのレンズで全部決まってた。だけどさ、それ本当役者の芝居によってさ、何かなったらどうするんだろうね。それはね、これあのできなかったらどうするんですか。いや、それは現場で調整すればいいんじゃないあ、やっぱね、そのうち篠原哲夫さんと50メートルぐらい話しかなくて、まあ、その戦争と一人のあんなにあとね、生き物の記録っていう40分の短編を撮ったんですけど、その時に台本読んで近くのファミレス篠原さん呼び出して、篠原さんちょっとどう撮るか教えてくださいって言ったわけそしたら篠原さんさすがに割りは教えてくれなかったけど、僕は基本的に全部割っていくと。だけどその割りはあくまでその役者の芝居見て変わるような柔軟なことだったんだよね、やっぱり。深作さんとかは午前中リハーサルやって、昼休みの時に深作さんが割って午後撮るらしいですけどね、うん、テレビっぽいね、うん、いやもうだから、まあ、そういう意味では本来はその脚本家映画監督って悩むも含めて、僕は監督ってやっぱりちょっとなるの恥ずかしかったから、戦争の一人の女のとは言ってなかったんですよ。ただドキュメンタリー撮るとさ、これ監督って言わなきゃいけないじゃんみたいなさ、だってやっぱり脚本家としては悩めるけど、さっき言ったみたいに監督としては悩めないもん、うん。脚本の項目はあるんだっけ。ないです構成もないです。監督だけそうです。これまあ、構成自分で構成っていうか、あのつまんだだけですからね、うん、ドキュメンタリーが脚本に近いっていうのは僕はなんか分かる気がする。うん、いやと思いますよ。だから素材がある種箱で、箱の要素をこう、そうそうそう、もう一回組み立てていくっていう、まあ入れ替えたりとか、ね、だから本当なんかこれドキュメンタリーの構成とかで雇ってほしい俺いい仕事するよみたいなさ